ねえあなた、私たちもう2年目よ。私そろそろ子供が欲しいわ。子作りですか？それはちょっと犯罪ですね、年齢的に。男の子がいいかしら、女の子がいいかしら。はあ、そうですね。あ、そうだ、かなめくん、ちょいちょい。ああ。はい、そのちゃん、この子が息子。はあ。私とあなたの愛の結晶ね。無理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 、俺ママごととか絶対無理。わがまま言わないでくださいよ、こっちだって幼稚園児相手に子作りは無理なんだから。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。いいから座って座って。じゃあ家族みんな揃ったところで晩ご飯にしましょう。はい、あなた、どう？おいしい？パクパクパク。うん、母さんのご飯は世界一うまいよ。ほら、カナメも。パクパク。お、おいしいな。パクパク。てめえ、今笑っただろう。やだな、違いますよ。ご飯が喉に詰まって。食ってねえだろうが。親に向かって何なの、その口の利き方は。お母さん。うるせえ、だったら父親帰ろ。バカ、母さんはこの人についていくって決めて結婚したの。ははは、これが夫婦の愛だよ、息子よ。息子とか言うな。あら、早速家庭崩壊だなんて驚きね。ね、あなた。俺はしーちゃんが家庭崩壊という言葉を知っていることに驚きです。あ、ゆうただ。どうも、お邪魔します。ああ、そこ壁なんですけど、一応。いいんだよ、俺は壁なんかものともしない父ちゃんなんだよ。ゆうきんとこは子供いるんだね。うん、子作りしたの。犯罪じゃん、それ。何しに来たのよ、しーちゃん。私の家に文句つけるならあっち行ってよ。ふーん、言われなくたって。あ、ねえねえ、お姉ちゃん、おままごとするなら私の家の娘やってよ。いや、だから僕はお姉ちゃんじゃなくて。バーカ、俺らの関係はもうままごとじゃねえんだよ。邪魔すんな、ブース。なんですって。ちょっと、何子供役入れようとしてんのよ。真似しないでよ。なんであんたなんかの真似しなきゃいけないのよ。してるじゃない。してません。子供を入れるのはね、私。うわ、すごい修羅場だよ、修羅場。ふぅ、トイレ、トイレ。あれ、みんなでトイレに集まってどうしたんですか？あー、マジ疲れた。もう最近の若い子のノリってついていけないよね。ねえ、あの弾けるパワーは一体どこから湧いてくるんだろうね。体力持たねえよ、これ。ちょっと、みんないきなり老け込んでますよ。シュン、よくあの男の子のガード解けたね。花嫁修行に行ってくるって言ったら、やっと話してくれました。あらら、嘘に嘘を重ねるとはこのことだね。誰のせいですか？そう怒んなよ。こっちはこっちで大変だったんだぜ。喧嘩ばっかの二人組の争いに巻き込まれてさ。ああ、みんないた。うわ、香織先生。香織先生、よく堂々と男子トイレ入ってこれますね。真っ最中だったらどうするんですか？え？あ、あらあら、ごめんね。つまり、男として見られてないってことだ。今も昔も。うるせえ。どう？大変でしょう。はい、みんな元気すぎて。特にあの、しーちゃんとかそのちゃんとかいう二人組な。そうね、あの子たち元気がいいのはいいんだけど、毎日喧嘩しちゃうのよね。でもしーちゃんとそのちゃん、昔のあなたたちに少し似てるかも。あ、いつもかなめくんの大きな声が響いてたわよね。いや、俺らは喧嘩する気全然ないんですよ。そうそう、
カナメが一人で熱くなってんだよね。口論する以外会話の仕方を知らないもんだから。お前らのそういうところが今も昔もムカつくんだっつの。まあカナメくん。それでもこうして一緒にいるじゃない。だからきっとしーちゃんとそのちゃんもあなたたちみたいになるんじゃないかしら。はあ。はーい、みんな、それじゃあ今日一日お世話になった4人の先生にお礼とお別れのご挨拶をしましょうね。バイバイ。バイバイ。俺いつか絶対姉ちゃんのこと迎えに行くからな。それまで結婚すんなよ。制服着ても男だって気づいてもらえない。お兄ちゃん、あのね、私お兄ちゃんたちの似顔絵描いたの。似顔絵？私も描いた。お兄ちゃん、私のもらって。何よ、横入りしないでよね。お兄ちゃんは私の描いたのもらってくれるんだから。園ちゃんはあっち行って。なんでよ、私の方が上手に描けてるもん。お兄ちゃんに似顔絵あげるのは私だもん。あー、もうまただよ。あの、ちゃんと二人のもらうし。ダメ、私のだけもらってって。私のだもん。ちょっと押さないでよね。お兄ちゃん、私の。おい、大丈夫か。私の描いた似顔絵が。言っとくけど私のせいじゃないからね。あんたが自分で破いたんだからね。はい、お兄ちゃん、私が描いた絵あげるね。上手に描けてるでしょ。もう、そのちゃん、それ貸して。ちょ、何するのよ。お兄ちゃん、これも破れてるけどセロハンテープで貼ればいいと思う。ありがとう、二人とも上手だよ。私の方がうまいわよ。な、何よそれ。何よ。お前らな、ああもう止めんのもめんどくせえよ、もう。しーちゃんのヘタッピー、ソーノちゃんのヘタッピー。ふん。小さい子の相手も楽じゃねえな。僕も幼稚園の先生ってすごいなって思っちゃいましたよ。ほんと、最近の幼稚園児って混ぜてるよね。ねえ、おじさんびっくり。いや、お前らも相当ひどかったから。でも楽しかったですね。なんだか昔に戻ったみたいな気分になりましたよ。まあな、毎日喧嘩して仲良くしないといけないってことも忘れて、だけどいつの間にか一緒にいることは当たり前になっていて、ずっとここにいて。昔に戻ったみたいってことはやっぱあれ。要、香織先生への気持ちが蘇っちゃった。だからなんでお前らはすぐそっちに持ってきたがるんだよ。だって当時先生との半端ない年の差すら乗り越えられると信じてた、あの一途な要の姿。見てて厳しかった。お前らどういう目で俺のこと見てたんだよ。もうみんな、なんですぐそういう。ただし一緒にいるからといって嫌いじゃなくなったかというと、それはまた別の話だ。念のため